はい、お世話になっておりますオカリナの平本です。今日はですねアトリエの方にですね、愛好者が来ていただいておりますということで、ね、どうぞ小林さんお願いしますということです。画面に言ってもらうね、はい、マイクして、マスクしますので大丈夫です、はい、ねえ、今月だけでなんかだいぶお会いしてるような感じがしてますありがとうございます。とんでもないです。いやいやいや、どうですか。あのね、今ちょっとね、はい、いや、小林さんは、柳井先生に、はい、習ってて、はい、まあ、もともとね、はい、カンテラを使っていただいてるんですけども、はい、去年の今ですよね、はい、オカリナ時空を入ってもらって、はい、まあまあさらにこうね、お会いに来てくださるようになったということでね、はい、ありがとうございます。で今ねちょっと吹いてもらったのが、はい、まあ、花祭りなんですけども、はい、ね、あの曲はどうですか。吹いてみてとかこう講義を聞いてみてとか、オカリナ軸で、うんうん、花祭りを、うん、やった時に、うん、すごくあのこう音色っていうか先生の講義も素晴らしかったんですけれども、あ、山村妙子先生ですね。そうです、はい、妙子先生で、うん、とてもこう楽しい曲だなっていうような、うん、ことを感じまして、うん、で先日の、うんうん、嫁リーナさんのね、動画を見まして、はい、もうどうしてもこの森のカンタレが欲しくなってしまって、それで求めて、うん、ありがとうございます先生のところへ足を運ばせていただいたのが、4日前、5日前頃ですね。そうですね、はい、どうですか今吹いた感じは。はい、とても本当にね、うん、こう柔らかい音が出て、うん、すごく自分でも心地よいっていうかね、そういう素敵な音色だと思います。そうですか、ありがとうございます、はい、そして、はい、多分動画でも1シーンに変えてましたよね、花祭り先生。そうですね、こういうところもありますよ、はいはいはい、で1シーンを買っていただいて、はいはい、1シーンは、うん、この森のカンタレより前に、うん、そうそう、教室で発表会やるので、そうです、ちょっと1シーンで、うん、柳井先生にそうです、ね、アドバイスいただきまして、うん、で1シーンを買い求めに来たのがお友達と一緒に、うん、そう来た時が最初でしたね、はい、で先日、お友達もこう仲間に入れていただいて、ありがとうございますね、はい、友達ありがとうございました、また遊びに来てくださいということで、今こう吹いてね、やったんですけど、やっぱりこうオクターブ上がると、はい、こうバリエーションというかね、そうですね、うん、やっぱり曲層がまたこう変わって、うんうん、すごく幅がこう広がった感じで、うん、自分としてはね、うん、楽しいっていうような思いがすごくこう広がりますね、うんうん、あ、そうです。この後ねちょっとね今ね無理にねお願いしてねやった模様をね見せたいなと思って、はい、まだまだ見せるようなものではないですけれども、ね、オカリナ歴で言うとあとまあ3年になるかなっていうところですね。そうすると3年っていうとオカリナで言うと結構浅い方なんですよ。やっぱりね5年とか10年、まあやっぱり15年20年結構いらっしゃるんで、そうですね、そういう中でかなりいいなと思って聞いてたんですけど、いやこれもね、やっぱりオカリナ塾のおかげです。ありがとうございます。本当にあれですね、嘘抜きですよこれ。言わしてないですよ、ね、言わしてないです。もう嘘抜きで本当に ね、教室に通ってて皆さんと一緒にやるのもまた楽しいんですけど、やっぱりオカリナ教室だといろんな先生方がね、指導してくださるので、はいはい、いろんなジャンルも学べますし、そしてこの細かなね、ところが学べて、やっぱり抑揚っていうか曲層がね、こういう感じで吹くのかなっていうような、そのこうイメージがこう作りやすい、ということでね、すごく楽しんでます。ああ、そうですか、はい、それは良かった。その中でも、今回吹いていただいたのが、まあ、花祭りですね。そうですね、あとはどんな曲があれですかね、もしレパートリーに入れるとしたら。もう小林さんはね、もう4月のほとんどね、真っ只中から入っていただいてるんで、ほぼ1年聞いてもらってるんですけど、なんかこう記憶に残ってるのとかありますか。こういうのは例えば発表会でやってみたいなみたいな。そうですね、やっぱり大先生のなんですけれども、コンドリが飛んでいく、なるほど、あれも良かったですね。まあお金だけど鉄板ですからね。そうですね、あと、この間ね、エチュードですか。あれどうでした。ちょっとね、僕難しいかなと思って、ちょっと配信したんですけど。そうですか。でもすごくこの、吹いてると楽しい曲っていうか、素晴らしい曲だなっていう。あれはもうリフト先生が作曲して、講義を打つっていうのは、このオカリナ塾しかないんでね。
なかなかね、先生も細かなところまで、そうです、細かなところまでね、うん、教えていただいて、うん、すごくこの最後の締めっていうか、すごく、うん、あの締めにふさわしいような曲だったなっていう、ああ、そうですね。そうですね、そんな感じですね、でピアノ伴奏と、まあ、合わせて吹くとね、そうですね、そうですか、そうすると、でもさっきちょっと見てたんですけど、そのトリルとか、結構ね、ああ見てくださってるなっていう感じでちょっと見てたんですよ、で1シーンは最後の駆け上がりのフレーズとか難しいですよね。あ、そうですか、どうですか、そうでもないですか、先生の声聞けば。そうですね、あのオカリナ軸で、その先生の手本をこう学んで、そういう曲奏でやるんだなっていうのをこう自然と体も覚えてくるので、あのかえって楽しいですね。あ、そうですか、それに近づけるようにと思いながら、何度もの先生 の、 あの演奏が聴けるっていうのはね、素晴らしいと思います ね、 じゃあということで、ね、柳井先生のグループはそれの ね、 その楽しさがあって、またオカリナ軸はその自宅 で、 そうです、ね、パソコンで見てます、スマホですか。私はスマホで、スマホでね、はい、ということで、まあ、今時代でございますので、ね、そうです ね、 ね、いつでもどこでも見られるので、そうなんですね、ですから本当にね、楽しく、今日もね、素敵なブローチしていただいて、ね、ありがとうございます。ということでね、オカリナ軸の軸であ、はい、小林先生に、ね、小林先生、小林さんですね、はい、ご来店いただきましたということでね、はい、実はね、またあのお仲間を連れてきて、今日は ね、 ギャラリーがいらっしゃるということでね、はい、まあ、いつかまたご登場願おうかなと思ってますのでね、ということでね、また皆さんお会いいたしましょう、はい、オカリナの平本でした、バイバイ、はい、皆さんも楽しんでください、ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。オカリナ塾で音楽のある人生始めましょう。